うわー、海が一望。いいですね。いやいやいや、これここでずっとぼーっとしてても、いいですね。なんぼでも時間使えますね。はい、癒されますね。うん、これからね、井川さんと一泊二日、はい、初の泊まりキャンプですからね。すごく楽しみで、もうこっちの日本海側っていうのはすごい初めてなんで。そうなんですね。はい、行きましょう。行きましょう。いや、僕も釣り未経験なんで、はい、逆に教えてください。いや、もうサビキはもう一番簡単なんで、うん、はい、大事だと思います。え、じゃあ今このサビキ釣りに関しては、はい、今どんな狙いを持ってるんですか。今とりあえずなんか静止して、うん、この本当にこの餌に紛れ込まして、うん、ほうほうほう、なんとか食ってくれないかなっていう待ちですよね。あ、待ち、待ちですね。おりゃどや。あ、でもサビキの意味なくなりますね。まあ、あんまり投げサビキありますけど、投げなくて下に落としてください。下に行かないと投げたで、お前、投げなくていい。あ、来た来た来た、すいません、先に。え、もう釣れた。はい、うおー、釣れた。これは何だろう。え、もう釣れてる。井川さん、これなんすかね。あ、船よくあります。あ、見えてますか。あ、ほんとだ。お、釣れました。来た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 。巻いてください、巻いてください。来たよ、あ、いいっすね。来たよ、やった。お、アジだ。あ、自分も来ましたね。逃げた逃げた。私も来ました。いや、一回かかってたんですけど。よいしょー。おー、すいません。井川さん、2匹目。ちっちゃアジ。アジ。アジです。はい、もう来ちゃいますね。お、ちょっとサイズアップだ。お、でかいでかい。ありがとうございます。サイズアップ。アジがね、4つぐらいついてます。あ、2匹だ。そうそう、おー、やっとついたついた。2匹。ダブルで。全然釣れてないじゃないですか。全然釣れてない。全然キウスさんの方。井川さんばっかり連れて。おー、だいぶ増えてきましたよ食料が。お、来てる、来た来た来たよ、来たよ。水濠卒る。イエーイ、やった。どや、ちっちゃ魚初めて釣りました。あ、マジですか。はい、あ、初めて。おめでとうございます。いやー、ありがとうございます。すごいすごい。おー、いや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 、中見てください。これすごい量になってきましたよ。大量です。じゃあこれをどうさばくか、ちょっと、そうですね、キャンプに帰って考えましょう。考えましょう。はい、テテテテテテンテンテン。え、タイ釣りたかったですね。本当はね、釣りたかったんですけど。そうですね。はい、これ買ってきました。いやいや、今から、はい、タイの塩釜焼きを作りたいと思います。いや、小味わい。おお、すごいですね。小味わい。はい、おい。ゆっくり開けて。ゆっくり開けて。おい、あれ。まず1キロ。頭わい。はい。塩1キロ。しっかりしておきましょう。はい。で、井川さん、このね、卵の卵白だけをこの塩に混ぜたいんですよ。はあ、卵白です。卵白です。卵白です。おお難しいな。難しい。で、もう一つ。じゃあお願いします。またですね。あ、やばい。縦に行った。あ、縦に行った。これどうしようかな。いや、自分料理ほぼしてないんで、あ、こういうことも初めてですね。お、うまい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 。お、ドロンと。じゃあ井川さん、この卵白を塩にもドバーっとかけちゃってください。はい、はい、で、塩と卵白をなじませて、はい、じゃあなじんだところでダッチオーブンに塩を入れてください。はい、これこう入れるんですかね、はい、
で均等にこう綺麗に、はい、でこれね腹わたともう鱗はしっかりと処理しております。でもちょっとこのダッチオーブンちっちゃいですね。ちょっとどうしましょうか、まあ、なんかガッと力技でいきます、はい、力技でもう本当にねこの塩が雪のようにふわふわですね、はい、これいいですかね、グッといっちゃって、グッといきましょう、はい、美味しく料理するんで許してね、はい、はい、OK です。じゃあもう蓋をして蓋しますね。焚き火に乗せてください、はい、大体ね中火でいきたいので、よし、はい、 OK です、はい、じゃあこれで30分ほど待ちたいと思います、はい、タイの塩釜焼きをやってる間にマグロのたたきを作りましょう、はい、ちょっと濡れた新聞で巻いてください。巻くんですね、はい、巻くだけです。今日釣った、はい、これをちょっとさばいて、はい、天ぷら作りましょう。さばいたことないですよね。いやないですね、初めてですね。ここもないんですよ。